この写真は相当知り渡りましたね。このピンクの服を着た15歳のクソガキ女が左のこのまあ50代ってことなんですけどもね、この女性のホームレスをからかって遊んでると、バズると思ったということで、ふざけたこと言ってましたけども、書類送検された、警察よくやったじゃないかという、まあ、そういうこれ、シーンの切り取りなんですけども。 おそらくほとんどの方は、この情報がここで止まってると思うんですよ。でもね、いろいろ調べてみましたら、様々な問題もありましたし、まあその裏と言いますか、構造的問題と言いますかねで、他の人間もこのカッチャに対して相当絡んでたということがわかりました。で、それと並びましてね、えー、つい最近なんですけども、あのラーメンの一覧でのとんでもないね、迷惑、迷惑って完全な犯罪なんですけども、そんな動画も出てきましたので、それも最後にご紹介したいと思います。 さあそしてこのシーンなんですけどもはいここまでは大丈夫ですよね。そしてはい えこれかっちゃん、ついにやられるなんて書いてありますけども、結局こういうことなんですよね。この女がですね、今この状態なんですけども、このか,、まあ、かっちゃんと言いましょう。このかっちゃんがですね、えー、いいかげにしてくれると何してんねんとお金払ってくれると言ったじゃないと言って困ってるところで、えー、払わないよなんてことをね、この女はこう言ってるわけです。そしてこうして逃げていく。で、かっちゃん、ついにやられるということで、書類送検されました。でね、警察は、あまあこれをね、えー、どういう罪で挙げたかと言いますと、住居不法侵入をどうも適用した らしいとだから愛知県警真剣にやってると思いますよもうさすがにねこれはちょっと前であればこの程度のことで書類送検にはならなかったでしょうしかもこの犯人が15歳の中学生ということですからさすがに中学生になると警察がね書類送検までするってことはまずありえなかったと思うんですがもうねこれはダメだということで断固としてこういうことをね取り締まろうという体制なんでしょうねはいでこの件はこれで、えー、まあ 1, 回のこう1件 まあ落着じゃないんですけどもね、一回終わったってことになりましたが、実はね、これ問題がいろいろあるんですよ。この方のツイート見てください、浜さん。名古屋のホームレス、かっちゃんを、かっちゃんをね、コンビニに置き去りにした子が書類送検されたらしいけど、私欲のためホームレスをいじめてバズりシステムを作った大須のカンタの方が先でしょと。ということで、これがね、すごく拡散されていました。 で調べたところによりますと、今ここにね、2人の男が映ってますけども、要はですね、このかっちゃんというね、この女性が、これ映像いっぱい出てるんですけども、結構ね、言い返すんですよ。 なんだとか、この野郎とかって言い返すんですね。ですから、これは面白いっていうふうに目をつけたんでしょうね。で、彼女ね、からかうんですよ。で、その動画を作ってバズらせると。で、それをこのバズるシステムというふうにね、やってて、どうもこれ、あの、カンタっていうんでしょうかね。どうも上げてる TikTok だと思うんですけども、そういうものがあると。でね、これ見てください。 はいこれ、ファミマの中なんですけども、実はね、この前にこれね、今のあのカッちゃんがいますよね。で、この2人の男、何やってるかと言いますと、カッちゃんにお金を渡して、なんか買ってあげるよと、で喜んでるカッちゃんをね、こう撮影してるんですよ。ところがね、カッちゃんがね、こういうことを言い出しました。お釣りは返さないよと。だってもらったもんだもんと。はいこれ自体は確かにおかしいかもしれませんけども、これはね、表情を見ていると、 面白いこことと言ってきたなこのクソババアとよっしゃと、これバズるぞということで、そこでまたいじり倒しているんですよ。で、言葉は丁寧なんですよね。よくあるでしょ警察に職質に会いましたとか言いながら、まああんなもん本当にチンピラみたいなやつやってるわけなんですけども、動画に載せる関係上、自分は、ね、手を出さずに丁寧な言葉遣いをするんですよ。警察に、私は普通にいるんだけども、警察に今威圧的な対応をされています。今、恐怖を覚えていますみたいな。 まあ、あれとね、同じこれ構図ですよ。動画に載せるもんですから、言葉は非常に丁寧なんですけども、ひどいことをね、それちょっとダメだよと、お金返しなさいよとか言いながらやってるわけなんですよ。で、このかっちゃんがですね、うるさいうるさいみたいな形になっていって、そして外に出たところ、えー、まだここで揉めてる、まあ、めてる様子を喜んで撮ってます。第三者の男をやるの分わかりますね。で、この真ん中の派手なこの帽子をかぶった男は、今これ何すると思います 動画を撮りながら、このカッチャーに買ってあげたはずのあの袋をですね、はい、引っ張がして、バーッとね、この下にぶちまけるわけなんですよ。で、カッチャーも怒るわけですね。バカ野郎ふざけんな、みたいな形で,で、しょうがないからこういうふうに、まあしまあ、拾っているみたいな、そんなこれ図にこれなっているわけなんです。まあ、ひどい話ですわね。 で,えー、でもね彼らとしてはいや僕たちは彼女のために買ってあげたんだとでもお金を返さない買っちゃうのが悪いんだから俺たちは悪くないよというそういう構図を作ってるんですけども、えー、まあこれひどい話だと。 思いますよでね、まだね、こんな映像もあったんですね、これびっくりしましたね。同じ2人組だとね、思うんですけども、今度、かっちゃんをまた別の日に見つけたんでしょうね、この男に座ってる、これ寒いと思いますよ。で、右の男が何かコーヒーかなんか、これ、ストローで吸ってるのが分かるとかと思いますが、この次、何するかというと、なんと、霧状にですね、口からぱーっとね、彼女に吹きかけるんですよ。ありえないでしょう。 ありえないでしょで当然かっちゃん怒りますよ。何するんだと。であまた怒ったぞ。と。河原面白い絵が撮れたと。そういうことをこれ今やってる最中でなんでございます。めちゃくちゃな話でしょ これ、平気でやってるんですよ。ですから、さっきのね、これ、浜さんも書いていましたけど、こっちのカンタが先じゃねえかと、これ、その通りでしょうね。で、これはね、警察に今のね、あのー、さっきのからかったシーンでは難しいかもしれませんが、今ね、飲んだものを吹きかけたのは、これはね、あのー、こういうケースで結構、障害でいけるはずですから、これに関しては警察も動くんじゃないかと私きます、あのー、しますね。さあ、それでね、これ、何が構造的な問題かと言いますと、ホームレスをいじって、 で遊んでそれを撮影してバズらせるというまさにバズるシステムこんなのもありましたこれね、えー、画像は相当荒いんですが実はこの左にいる女性もこれ買って なんですよで左のねこれこのガキはね、えー、おそらくねうーん中学生ぐらいかなって感じがするんですけども周りでファイティングポーズを取りながらカッちゃんを生やし立ててカッちゃんがこう非常にこう困惑するんですねそれを撮って映像として流しているというシーンをやっているんですよはいでねさらにこれまた別の人間だと私は思われるんですが同じく名古屋市の中心部なんですがこれカッちゃんですよねで お弁当をあげてるんですでですすこれいいですよねまあでもそれを撮影してるってのは何だと思いますけど撮影してねどんなことを言ってるかというと「礼を言え,と言えよ」と「ありがとうございますわ」ってこういうふうに迫るんです。でかっちゃんがですね「ありがとう」ってさっき言ったじゃねえかよ。 っていう風に言ったらいやまだ足りねえみたいいや言ってないってこと言って当然かっちゃんがまたですねもう早く食べさせろよって言うんですがこれがまた面白い絵だと思えて一生懸命撮影してバズらせてるとそういう構図なんですよね皆さんいかがです本当にさっきの浜さんなんですけどもホームレスをいじってバズらせるこのバズレシステムしかもホームレスのね 人がですよあんまり反撃してこなかったり下を向いて何も言わないような人だと絵に全くならないんですところがこのかっちゃんはですねものすごく言い返すもんですから彼らにとって絵になってしまうんですよねはい、これはもう徹底的に取り締まる必要が私あるかと 思いますであの何、ー、でしたっけなんかコメディアンだかなんか忘れましたけどね何、えー、とか村本でしたっけ、はい、あの辺が言ってますけども今回みたいなこういうねこれ犯人ですよ犯人たちには将来があるから盛んに言ってますよね。 あれ真剣に言ってるのがも意味不明なんですけども、そんなもの話にならないでしょ。で、こういう連中は人殺しをね、もう仮にですよ、人殺し犯人、絶対死刑反対派じゃないですか。ね、みんな揃って死刑反対でしょ。で、死刑反対ということを言うね、必ず唱えて、なぜかというと、犯人は更生している。犯人は反省している。更生の目があるじゃないかと。命を絶ってしまったらもう取り返しがつかないんだ。必ず言いますけども、なぜか被害者のことと被害者遺族には 絶対に触れないんですよ。見事に触れずに見なかったことにするんですよ。これがおかしいでしょ。で、犯人に公正の余地がある。これはね、主張としては認められますけども、なぜか被害者のことには触れないんです。福島みずほさんもそうでございます。大塚椿さんとかね、辻元さんもみんなそうでしょ。あの辺の辺連中はなぜか絶対 にに触れずに福島みずほさんといいうのもかわいそうだ、かわいいそううだとこと、ね、を必ずやります。でテレビなんかでもねえこういう死刑囚であるから例えば無期懲役囚の、ね、こうインタビューとかそういうこと、まあ、死刑囚はないんですけどもをやったりしますけどもそうすると、ね、命が消えてしまってももう終わりだと何とか死刑囚は今毎日のようにお祈りを捧げてキリスト教に入信したとで毎日懺悔を繰り返しているこんなによくなったんだとこんな人間をあの世に送って しまうのか日本の司法制度はおかしいとそしてアムネスティの話を出してきてそしてねこの死刑制度を、えー、まだ取っている国は先進国では日本とみたいなねあとアメリカの一部の州であると同じ構図なんですよですからねこれもうゴのの竹の子のように同じことやるこのねバズるシステムふざけた連中はいっぱい出てきますよで必ず出てくるんですけどももう叩かなくっちゃって ダメですす叩叩いても叩いてててもも必ず出てきますなぜかというと若い連中がどんどん湧いてきますんで、えー、そういう連中まあ頭がねこれちょっと悪いですから当然同じようなことやっちゃうんですでもこれはね叩いて叩いて、えー、こういうものが処罰された逮捕されたあそして場合によっては実刑食らうかもしれないとそれをねどんどんニュースで流す必要があるんですそうするとなくなりはしないんですけどもこのようなバカな被害は必ず減ってきますからねで最後の写真なんですけどもお まあこの人ちょっと私ね顔もこれ。 まあこれだもう出しましたけども、まあ、無事カッチャんに出会いましたと支援物資届けたのですがカッチャんに処理法、まあどうのこうのって書いてあります。で要はね、えー、この人私知りませんよあこの人はあ今非常にひどいことをみんなされてるんだけども僕はねだめ、えー、だからカッチャんにいろんなこんな支援をあげたよというそういうこれに、えー、なってます。で9.8万の表示ってなってますけどもあの私この人のこと言ってるんじゃありませんよちょっと誤解してもらったら困るんですけども当然ですね、えー、今と同じようなさ 同じようなことをやっちゃまずいというのは普通の人間思いますのででもバズりたいという気持ちがあると逆にこうしてねホームレスの人に寄っていっていやひどいね僕は親切をしことをやってあげてるんですさあおばあちゃん一緒に写真写りましょうはい載せましたバズりましたやったぜという人も出てくるでしょうねあの この人はどうこうと私言ってませんからね。この人私知りません。でもそういう人も出てくるのも事実ですと。で、それもある意味でね、このホームレスの人が遊ばれてるということになっちゃいますんで、えー、まあ問題もきっと出てくるでしょうね。はい、そういうことになります。 ですから今日はね、このようにね、あのピンクのクソガキ15歳女が書類送検されたということで、終わったという話なんですけども、それ以外のお話をさせていただきました。あそして最後にね、じゃあ、この動画だけ見せてもらいましょうね、今、忘れるところでございました。今日なんですけども、一覧でとんでもない動画があこれ、アップされましたので、これを最後に見てもらいますね。 ひどいいででしょうはい、これだけの動画です、ね、周囲の音が気になるっていうのはくじろい言ってくださいとじゃあ俺がということでこれは普通ないですわねで笑ってるんですよで周囲の音が気になるポーンと放り投げてほらどうやってこんなことをねやってるわけなんですどうですか皆さん これをね、平気でやってると、この神経なんですよね。はい。んで、これはもう完全に器物損壊でね、証拠も残ってます。で、ありえないでしょちょっとね、な、どっかで口を入れるとか、まあもちろんあれも話になり、ペロペロ連中も話になりませんが、普通の神経でこれはできないでしょ これはありえないですよね。普通に蹴って壊して笑ってるんですよ。ほんで動画に上げていくと。はい。これもね、間違いなく、これ、あの一覧はあ厳正に対処すると言ってます。ほら、そうでしょうね。これ間違いなく、これはもう逮捕ということになっていくかと思いますので,で、皆さんね、あの、こういうものをね、拡散すると、こいつらがあの、ちょっと調子に乗るという意見もありますけども、 私はね、これ、あの、やるべきだと思ってます。身内とかね、どっちみちあの、ガキンチョ連中の間でこれは拡散して、わーって広まることは事実ですから、もうそれはもうしょうがないと思います。ですから、まともな人間がこれを広めて、逆にですね、これを社会問題にして、警察に徹底的に取り締まってもらうと、そういう社会にしたいと思います。はい、いいねと思った方は、これ、あの、いいねボタンとね、それとぜひね、チャンネル登録をお願いしたいと思います。